ミカボカって歌舞伎のあの見え切りみたいな顔。痛みが来るの？そうじてね、皆さん右足の方が痛いと一緒に。マジで全然違う。全然見えるのはこれぐらいですね。怖い、怖いぞ。先生、痛い痛い痛い。切る切る切る。ギリギリのラインでやめてくれるって。殴られるか殴られないかのラインでこうやるのか。ちょっと先生の優しさを垣間見てたんですけど。的な相談できないんですよね。13年やっておるんですから。経験しか来るもんですよね。相手の都合に合わせて加減してたら成立しないんですよね。伯爵だわ。そう、なぜかコラボすると恨みが私の方に来るんですよね。不思議なもので。見る見る若返ってるわ。バスに来ないよ。いやね、実際にやってみないと伝わらないんですよね。指でも出てきた。先生、握力とかかった？ない。相当ありますよ。足の筋トレとかってものあるんです？足の筋トレ？足のこういったこの足の先の爪。痛い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 。痛みかかる。さあお答えください。カメラの前の皆さんにも。ナイス。ナイスか。出て出て。ああ。足の筋トレみたいな話にならない。え？分かった。これか。精神の筋トレだと思って。精神と時の部屋みたいなもんですか。まだこんだけしか時間経ってないのっていう。悪者の動作。いや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 、時間忘れてたのに。なんか皮抜けてる。だいぶ終わったんじゃないですか。サムの2ですか。あー、濃厚な時間。ちょっと待って、どっちだ。3分の2はもう終わるのか。でも30分やるとして今20分が経過したあたりってことですね。そんな中だ。これをやることによってやっぱね、老廃物を上にやるしかない。確実に循環は良くない。だんだん頭の回転が鈍くなってまいりますよ。同じこと反復していってますからね。脳が生命維持に集中するんだと思うんですよ。なんとかこの危機を脱していかないといけない。確かにそれはある。これね、また話してる間中は腕が休まると思ったら大間違い。大間違いです。話しかけて、話が聞きたいと私が手を取るのは何が聞きたいんだろう。痛い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 。どんどん話しかけていただいて、私の興味です。興味の人なんか質問してくれる。話が聞こえる。ミカドか。ご機嫌を取らない。先生はあれですか、ゲームとかはしないですか。ゲームしないです。話終わっちゃって、ほら、次の話題、次の話題。ちなみにこれぐらい痛い思いした経験は今までない。ないない。そうですね、会話のラリーが続きませんね。サーブ練習みたいになってます。今テニスで行くところの先生。あー。
だんだん絶望に変わってきましたよ、リアクションが。うわさっきから歌舞伎のあの見え切りみたいな顔になってますね。決めポーズの連続みたいな。痛い。やっぱめっちゃ痛いそこ。痛い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 。やばい痛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 い。痛い。差し出しなさいと。誰のためにやってるんだって言った。あなたのためにやってるんだよね。本当そうですよ、ね、履き違えてはいけない。いや、すいません、ちょっと先生、いやだだだだ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、最近疲れが溜まってたりはしないのかしら。疲れですか。疲れは溜まってますね。溜まってますね。いや、溜まってないかもしれない。いやだだだだ、マジで想像以上、想像以上ですね。画面の向こうからで伝わらないんですよ、これ。この痛みとこの楽しさが。3分の 2.5 ぐらいですかね。でも終わりですね。そうです。あと2パぐらいですかね、これはね。終わった後はね、呼吸ができるだけで幸せです。本当にそう。ぜひカメラの前の皆さんにおすすめを。幸せのハードルが高いと思う。確かに。確かに。何でお願いします。